こんにちは、空手トレーナー小次郎です。今回の動画では前回出演していただいた斉藤智樹選手に今度実技編ということで技の紹介をちょっとしてもらう、組手に役立つちょっと使い方とか、そういうところをアドバイスというかいただけたらと思います。よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、じゃあテーマは一つ試合中のポイントの、自分が狙ってる場所っていうかポイントの狙いどころをちょっと説明します。はい、お願いします。お願いします。自分が狙ってる場所は、技は何でもいいんですけど、相手がこっちに入ってくる瞬間を狙いたいっていうか、狙ってます。だからこう動いててグッと入る時ってあるじゃないですか、その瞬間にテンポを出すっていうか、相手ってそのグッて詰めた時ってやっぱ固まると思うんですよ。固まってると思うんですよ、はい、だからそこを自分は固まらずにこう動きでこうごまかしながら動いてとか、先導戦っていうんですかね。はいはいはい。もうそればっかり狙ってる。これ楽なんですよね。なんでかっていうと、向こうから入ってきてくれるじゃないですか。前に。で、そこでポンって出しちゃえば届くし。詰まるからね。って感じで、なんか相手の力を利用するっていうか。だから楽に。楽っすね、これで取れれば。相手が逆突きでじゃあ攻めてくるとするじゃないですか。上段、でそこでもうこの動き出しの時にもう狙いたいっすっていうのはちょっと心がけてるというか、だからもう相手がハッて行くぞっていう攻める、相手が先に攻めてるけどそこでポンと誇りの時点でも誇りを抑えるみたいな。そこばっかり、ばっかりでもそれだけじゃないんですけど、そこを抑えれれば結構試合がすごい楽になるっていうか、で一つそこで取れるっていうのが自分の中であったらなんかちょっと試合がなんか考えやすくなるっていうか、楽になる。なるほどなるほど。と思います。はいはいはい。でそれをなんか見抜くっていうか、誇りを見抜く見抜く上で心がけることっていうか、なんかコツってありますか？何を心がけるというか、なんかうまくそれが、多分みんなやりたいけど、トモキみたいに線の線で打つのができない人もいると思うんで、なんか、例えばそれが 目のつけ方とか、注意するポイントとか、何かその普段心がけてることがあれば、さっき言ってた脱力はやっぱ、そうですね、だから固まらないみたいな。自分も固まっちゃったら、やっぱり、一緒に固まったらグッて、なって、結局自分も出せないじゃないですか。だから相手はここで固まるなとか試合中にこうちょっと見といて、こいつ結構でかく入ってくるなとか大きいモーションで入ってくるなとか、それだったら仕留めれるじゃないですか。はいはいはい。だから仕留めるためにはこうしっかり相手見て、どういうもうどこでどう入ってくるなとか、ちょっとこいつこうやってくるんだみたいなことを見ながら、出入りしてこう、ここまでいったら相手は反応してくるなとか、だから反応ここまで行って反応してくるんだったらここまで行くときに出したらこっちの方が早い。そういう考えながら探りながら相手がどこで反応してくるかっていうのを試合中に考えて探ってます。相手の要は癖を見抜くようにしてやっていくわけ。だからもう試合中ただ動くだけじゃなくて、相手はどこでどう反応してくるかとか、こう蹴りこうやってやったら下がるなとか、はい、逆にこうやってやったら前に反応してくるなとか、そういうのに探りながらどこでこの線の線を狙ってで取ってやろうかとか考えます。ああなるほどなるほど。それも一つの技かなと。狙いどころを決めて狙っていくと思います。それが技です。じゃあ実践でちょっとどんな感じなのかっていうのを再現したいと思います。はい、はい、みたいな。何もできないこう攻めようとしたらやられちゃう、そう、なんかこうパッと入ってくるじゃないですか。その瞬間にもう出てるっていうか、入りにもう合わせて手がもう届いてる感じ。そこポイントですね。
やってる側としてはなんかもう本当クッとなった瞬間、入った瞬間だから何もできない。仕掛けるつもりもあるけど、なんか前ちょっと探ろうかなと思って F4 に入ったところで取られちゃう感じがありましたね。そう、1本で届く位置、あ、そう、1本目で届く位置をしっかり自分で把握することが大事。あー、なるほどなるほど。だから今のだったら、うん、まあ大変なんですよ、はい、そのまま入ってきて、こうなったら1本目届くじゃないですか、うんうん、でもそれでも遠くてこうやったら届かないじゃないですか、うん、だからそこでもうしっかりその位置っていうか自分の届く距離を把握して、うん、そこで入りすぎてもダメだし、うん、入りすぎても自分がまた出遅れるし、だからその位置をしっかり自分でこう練習とかしながら把握して、うんうん、でちょうどいい位置を見つけるというか、はいはい、自分の距離、うんうん、見つけることも大事です。なるほどなるほど。だからクッてなるじゃないですか、こう、うん、試合とかでフッてなる瞬間あるじゃないですか、そこで固まったらダメです、うんうん、ダメだと思います。ここでクッてならずにもう出しちゃう、うーん、1本目に届く距離だったら、はいはいはい、それが別に刻みでもいいし出しにし刻みでもいいし、うん、だからそこをせっかくこう近くなるチャンスだから、そこを逃さないようにしたいですよね。なるほどなるほど、だそうです。固まらないですぐ反応できるように、それができるようになった練習方法とかってありますか？あ、今みたいにクッてならないように、うんうん、あ、今だっていう時に出る、出せるっていうのは何かこうしてできるようになったのか、もう脱力を意識しまくる。ああ、ね、普段から意識、普段から脱力をしていくっていう、だからまあだから意識することがやっぱ大事で、うん、自分はどういう時に固まっちゃうのかとか、うんうんうん、を試合後とかにやっぱちょっと思い返してみたりとか、うんうん、あ、こういうとこの瞬間に、あ、俺固まってるなとかを、そういうのをやっぱり分析っていうか、うんうん、まあ、ちょっと見直してみたりして、だから次はそこで固まらないようにしようとか、はいはいはい、自分の癖、悪い癖だったらこう直すとか、うん、ですかね。まあ、あと練習、練習って何かありますか？脱力するため、固まっちゃう人は確かに多いよね。やばい、これ緊張だろうってなりますね。確かに俺の指導の場合はそれが力まないような体の状態にするっていうのが、うん、やり方だけど、まあ、心がけとかそういうメニューでは何かあれば、まあ、もう一つのポイント、わかりました。ポイント、もう一つのポイント、はい、固まっちゃうっていうか、ふってなってる時ってちょっとなんか重心が下にすげえ行ってるような時じゃないですか。なんかもう下に全てを行っちゃってるみたいな、うんうん、重いみたいな、だからすぐ動けないとか、うんうん、あるんで、まあ、そう、あ、やばいなって試合中とかもこうクルクルクルってなって、あ、やばいやばいみたいな、ちょっと固まってるって思ったら、ちょっと気持ちをちょっとここら辺に持ってきて、うーん、ふわふわしちゃう状態、あ、なんかふわふわ、逆に重心上げるようなそうそう、もうこんな感じで、ふわふわして、結構もう面白い、空手で結構腰落とせとか、うんうん、こう後ろ足ためろとか、うん、言われると思うんですけど、まあ、それもやっぱり大事ですけど、後ろ足のためとか準備って、うん、私だったらダメだし、うん、でもそうなりすぎてたら、うん、なんかすごい重たいものをこう背負ってる、背負ってるというか、引きずる、引きずってたらやっぱ爪も重くなるし遅くなると思うので、スピード感も自分の中で出ないんで、うんうんうん、ここにあるものをちょっとここら辺に持ってくる意識を、重心っていうんですかね、うんうん、まあ、そういう重心っていうか気持ちをここら辺に持ってきて、したらちょっと動き軽くなるじゃないですか。はいはいはい、すごい分かるだからそしたらこう結構反応とかもできてくるじゃないですか、うん、バンね、うんうんうん、それがこうこれだったら下にヤクションってなっちゃう、うん、とかも一つのポイントじゃないですかね。あ、まあなんか試してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、反応そう、反応するために、うん、自分がちょっと進むなって重くなっちゃってるなとか時は、重心をもう胸とか溝落ちとか、うん、そこら辺でも持つっていうか、あ、気持ち的に、はいはいはい、ふわ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 ってあんまり
悪い表現かもしれないけど、いやでもパフォーマンスをその骨格から見るっていう仕事をしてて、分析をしてると、うんうん、重心って結構高い人の方が勝ち上がってる人で多い、はい、そうなんですか、知らなかった、実は、海外の選手とか見ててもそんなにこう下に落としてる選手ってそんなにいなかったり、重心とそのパフォーマンスの関係って結構研究してるところで、今すごい話がふっと入ってきた感じが、ありましたね。いや本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。あ、たまにあの練習会とかを企画して、まあ、こう一緒に練習したりとかしてるので、また企画したらあのお知らせして練習会とかやっていきたいと思ってるので、ぜひその時は参加してください。やりましょう。お願いします。お願いします。で、YouTube チャンネルを初めてやっていて、始めました、始めました、はい。で、概要欄に、僕の概要欄のとこに貼ってあるので、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。告知なんですけど、11月17日に、実業団の全日本があるんで、応援よろしくお願いします。お願いします。で、12月に群馬の高崎で、全日本選手権、僕は団体で埼玉代表で出ますので、応援よろしくお願いします。お願いします。今日は以上となります。ありがとうございました。ありがとうございました。